皆さん、こんにちは。2021年合格目標と地く調査し、計算特訓講座第1回の講義を始めます。担当はレックス任講師の池永です。よろしくお願いします。はい、えー、今日から始まります、計算特訓講座ですね、えー。1回あたり約2時間30分の講義を全部で7回ということになります。 最後までよろしくお付き合いください。さて、えー、まずはですね、えー、その7回のおおよその構,構成ですね、そちらの方を簡単にご説明させていただきます。はい、えー、2021年計算特訓講座全体の予定ということでお話をさせていただきます。 1> えー、第1回から第4回までの間においては、関数電卓の基本計算モードや統計計算モード、こちらを使ってですね、えー、土地格調査士の本試験において出題実績のある計算問題、こちらの方を皆さんと一緒に練習していきます。そして、えー、第5回から第7回までかけて、関数電卓の複素数計算モードを用いて、 1> えー、第1回から第4回で学習した様々な計算問題。これを複素数計算モードで解いてみよう。まあ、そういう練習をしていこう、まあ。こういう講義ということになっております。さて、えー、今日は第1回ということなので、第1回目の予定もね、確認をしていきましょう。はい。第1回目の予定はこちらでございます。 はい。全部でですね、4つのユニットから構成される講義ということになります。はい。ユニットの1番目。第1回のユニットの1番目。今、我々ここにいるわけですけれども、このユニットの1番目において、講座の概要、そしてテキストの説明、こちらを行っていきます。でその後ですね、まあ、休憩を挟んで、ユニットの2、また休憩、ユニットの3、休憩、ユニットの4、 そういった形でね、講義の方は進めさせていただきます。さて、続きましてですね、テキストですね。テキストの方、テキストの方も確認していきましょう。はい、テキストですね。皆さんのお手元には2冊のテキストが配られていると思います。 まず一冊目ですね、えー。こちらに示してありますように、21土地格調査し、計算特訓テキスト。これ、えー、ですね。これがまず一冊目でございます。300ページ以上あるテキストなので、ちょっと分厚くてね、えー、驚いたという方も中にはいらっしゃるかもしれませんけれども、おご心配には及びません。はい、大丈夫ですからね。えー、それ、えー、ま,まずこれが一冊目ということです。そして、えー、もう一冊はこちらですね。 はい。ほとんど似てるんですけれども、複素数計算モードと書いてある方ですね。はい。このテキストです。はい。複素数計算モードと書いていない方と書いてある方。これが2冊ということになります。合計2冊がお手元にあるかどうか確認をしてみてください。よろしいでしょうか。はい。 えではあ、まずですね、えー、複素数計算モードと書いていない方ですね。21と近く調査し、計算特訓テキストと書いてあるもの。こちらの方からめくっていきましょう。はい。えパラッとめくってやりますとですね、ごめんなさい。はい。え最初、調査し、計算特訓本なんて書いてあってね、えー。さらにめくっていきますと、2ページ目ですね。 はい。過去問、計算特訓文の目次というふうになっています、まあ。何行か説明が書いてありますので、簡単に読んでいきますと、本冊子では、平成元年から令和2年の本試験で出題された計算問題から、受験生の皆さんが学習すべきものを抽出し、旧石解放別に掲載したとなっています。はい。えー、特に大事なのが、この旧石解放別というところですね。 はい、えー、過去にね、えー、ものすごい数の様々な計算問題が出されておりますが、まあ、実はそれを旧石解法別に整理をすると、まあ、21種類、ざっくり21種類ぐらいに分類できるかなということなんで、その21種類の旧石解法別に整理をして掲載した。それがこの計算特訓本と呼ばれるものなんですね。はい。えー、続いて読んでいきます。 1>, 1ですね。平成何年例題1や平成何年問題2-1などは当該問題の出題年度及び本冊子における説問番号そしてその後の数字はページ数を示す。まあ、これ見ていただければわかると思います。それから2番ですね。はい、えー、中点、内分点のおさらいなどという項目もあります。はい、これは基本的な事項を確認するための 重要知識のおさらい、または基本アドバイス、こういったものを示しています。つまり、問題が載っているばかりではなくて、重要知識のおさらいや基本的なアドバイス、そういったこともこのテキストには載っています。はい。さらに3番に行きましょうか。3番ですね。 はい。各問の合格タイム、制限時間は原則として複素数計算モードの場合の回答時間を1.5倍にしたものを記載してあります。はい。まあ、大体の計算については複素数計算モードで解いたら早いんですよね。えー、で、まあ、その複素数計算モードで解いた場合の回答時間を1.5倍にしたもの。これを合格タイム、まあ、要するに制限時間ですね。 この問題はこれくらいの時間で解ければまずまずじゃないのかなというようなね、そういう合格タイムが各問題ごとに設定されています。まずはその合格タイムでちゃんと解き終えることができるように、ね、練習をしていただきたいなと思います。次です。4番目です。各項目ごとに重要度 A から C を記載しました。はい、重要度 A というのは出題可能性が高いものです。 それから、重要度 B というのは、近年出題がないが、平易な内容なので、出題可能性のあるものということになります。そして、重要度 C というのは、10年以上出題がないものなどということになります。まずは皆さんは、重要度 A と重要度 B ですねえ。こちらを重点的に練習していただきたいなと思います。 で、その下に、まあ一覧表みたいな形で載っていますが、この一覧表が実は、まあ目次なんでございますねで。まあ上の方にちょっと小さな字がだーっと書いてあります。まあ、ここら辺はとりあえず無視していただいて、ローマ数字1-2座標法による面積計算という項目があります。これはもう皆さんね、言うまでもない座標法による面積計算ですから、これは必ず毎年出てるわけですよね。重要度 A ということになるわけです。 ただ、毎年出てるからといって座標法による面積計算全部載せるのもあまり議員がないので、まあ、とりあえず3つだけ問題として載せています。そしてですね、えー、ご存知の方も多いと思いますけれども、座標法による面積計算というのは関数電卓の複素数計算モードで計算をするとかなり早く解けるものなんですよね。 で、まあ、当面、第1回から第4回においては関数電卓の基本計算モードや統計計算モードを使うということになっておりまして、複素数計算モードは第5回以降ということになります。そんなわけでございまして、座標法による面積計算というのは複素数計算モードでやります。 第5回以降の講義で、えー、複素数計算モードによる座標法の面積計算、こちらの方ね、後でやっていきますということなんで、えー、当面これ割愛したままという形になりますのでご容赦ください。はい。で、その後ですね、えー、さま様々な急積解法が出てくるわけでございます。えー、ざっと見ていきますと、内分点等といたしまして、中点と内分点ですね。これ、えー、重要度 B というふうになっています。 ま、あの、過去問見てみると、そんなにたくさん出題されているわけではない。ただ、計算としては極めて平易な内容ですから、まあ、出題されたら解けなければいけない問題だ。そういう意味で、重要度 B というふうに設定しています。今日ここら辺練習していきます。はい、それからその下にあります、ローマ数値の1の8ですね。平行移動の座標変換、重要度 A でございます。はい。 こちらも、令和2年の本試験を受けた方は記憶に新しいと思いますけれども、令和2年の本試験でこれ出たんですよね。はい。じゃあ他はどうかなっていうと、年で見ていきますと、平成14年、平成15年、平成22年、そして令和2年という形になります。はい。えー、これ見てちょっと皆さん気づいたと思うんですけれども、 えー、平成22年に出題されてから、ざっくり10年して、ね、10年間ずっと出ないで、令和2年にポンとまた平行移動の座標変換が出題されたということになるわけです。はい。これがですね、土地格調査試験の怖いところなんですよね。はい。10年間出題されないからもう勉強しなくていいやと思うと、ポンと出てくるわけです。はい。先ほどの内分点なんか見るとどうでしょう 平成8年に出題された後、なんと12年ですね。12年経ってまた出題される。そんなわけでございましてね。土地格調査試験のこういった計算問題ですね、えー。しばらく出ていないからもう練習しなくていいやということには絶対ならないわけですよね。やはり、出題実績のあるもの、これをまるっと押さえてしっかり練習しておこう。 それがね、えっと、近く調査士試験の対策としては重要かなと思います。まあ、そんなわけでございましてですね、えー、今日こちらのページにあるような中点、内分点、平行移動の座標変化、まあ、ここまで行こうかなというふうに考えています。はい。えー、続いて、えー、まだしばらくですね、えー、目次があります。 はい。まあ、この辺またやっていくうちに皆さんにもね、えーかえー、お分かりになるとは思うんですけれども、まあ、簡単にお話をしていくと、まあ、起点距離方向角の3点セット。この3点セットですね。起点と距離と方向角の3点セットで座標値を計算する。 まあ、ここら辺がやはり土地科学調査士の試験らしい計算ということになりますのでね、えー、計算としてはここら辺の分野が非常に数が多いところでございます。で、この3点セット、ねえー、起点と距離と方向角のうち、まずは方向角だけが直接与えられていないので、一定の計算が必要だという方向角が未知の場合というものが、 直線上の点ですね。直線上の点、放射点計算。そして、アークサインとの組み合わせや予言定理の組み合わせという形で出題されています。まあ、この中でもやはりね、出題実績極めて多いのが放射点計算ですね。重要度 A です。それから、直線上の点というのもね、これも非常に出題実績が多いですから、ここら辺はしっかり押さえておきましょうということになります。はい。えー、またですね、あのー、 実はっていう方が結構いらっしゃるんですよ。何が実はなのかっていうと、あの、方向角ってそもそも何なんですかってね。実は方向角ってちゃんと分かってないんですけどっていう方がね、まあ、時々いらっしゃるんですよね。まあそういった方のために方向角のおさらいであるとか、方向角の基本であるとかね、まあそういった項目もいくつか用意して、まあ基本的なところもしっかり確認できるようにみたいなこともね、そういう項目も用意しています。 さらに4ページですね。4ページを見ていただきますと、はい、えー、だんだん難しくなってきたりするんですね。だんだん難しくなってきまして、今度はですね、えー、距離と方向角が未知の場合です、えー。3点セット言いましたよね、先ほどね。はい、起点と距離と方向角のうち、距離もわからないし、方向角もわからない、えー。それぞれ一定の計算が必要ですよという、やや難しいタイプですね、えー。例えばセットバックとか、二方向セットバック、積み切り、制限定理との組み合わせ。 こういったところがね、えー、ジャンルに入ってくるのかなと思います。ここら辺も数は決して多くはありませんけれどもね、やはり出題実績のそこそこあるものですから、重要度 B としてやはり押さえておきたいところかなと思います。はいで。その後載っておりますのはトラバース計算ですね。まあ、トラバース計算いろいろあるんですけれども、皆さんとしては最低限押さえなければいけないのは解放トラバースですね。 解放トラバース、ここら辺はしっかり押さえておこうかなということになります。平成20年代においても出題実績がありますからね、これは押さえておく。で、それに対して、えー、誤差の調整を伴うような結合トラバース、併合トラバースっていうのは、まあ、過去問の出題実績も少ないとか、あるいは、この計算だけで相当程度時間がかかってしまう。まあ、そういった観点から、まあ、重要度 C というふうにしています。ただ、これもまた出ないのって言われると、これはもう、 あそれこそ、出題者の方の差ジ加減一つで決まってしまいますからね。出題者の方、問題作成者の方が、よし、結合トラバース出そうと思ったら出ちゃうわけですから。まあ、そこら辺は、出たらなんとかしよう。対応策ぐらいはね、しっかり身につけておきたいな、というところでしょうかね。はい。はいえー、さらにっていうですね。えー、さらに、えー、5ページ見ていただきますと、今度は2直線の交点計算でございます。 これまた出題実績ものすごくありますよね。平成20年代から30年代にかけてですね。まあ本当に毎年のように出題が続いておりました。令和2年ではたまたまね、2直線の工転計算出ませんでしたけれども、これまたいつ出るかあ、いつ出てもいいようにしっかり練習をしておきましょうということで工転計算は重要度 A というふうに設定しています。はい、その他ですね、えー 幾何学的な応用ですね。まあ要するに図形的な解放と言い換えてもいいですね。はい。幾何学的な解放としていくつか実例があります。面積指定分割。その中でもね、一番実績が多いのは面積指定分割かなと思います。この面積指定分割も押さえておきたいところです。その他、筆っ換の生成、相似三角形の面積比、相似三角形の変調比。 そして、令和2年に出題された長方形の面積ですね。まあ、ここら辺、一応ですね、えぇ、ー、幾何学的なものなんで、場合によってはひらめかなければどうにもならないというジャンルでございますが、まあ、少なくとも出題実績のある幾何学的な応用については対応できるように練習をしておく,でおくべきでしょうということで載せてあります。はい。こんな感じでございますね。よろしいですかね。はい。 で、まあ、パラッとめくっていくと、次のページから、まあ、実際問題が始まっているという作りになっております。はい。で、これが、まあ、あの、いわゆる、複素数計算モードと、タイトルの方にね、複素数計算モードと書いていない方のテキストということになります。はい。で、まあ、その、 ね、これ、大変分厚い。もう300ページを超えちゃったっていうところでも、それを見ただけでやる気なくなっちゃったという方がいらっしゃるかもしれませんけどね。えー、ここまででお話をしたように、まあ、この項目ですね。例えば、中点だ、内分点だ、えー、平行移動の座標変換だ。こういうふうに、急積解放を数えていくと、21個しかないんです。21個です。21個です。21個なら、まあ、なんとか抑えようかなと。 なんとかギリギリ抑えようかなっていう気になるところかなと思うんですよね。もう21種類です。あの、過去問で出題実績のある問題をできるだけ取り上げようということなんで、あの特にね、この放射点計算なんかこんなに問題数があるわけでございますけれども、まあ、あの、これを全部一応載せてるんで、300ページを超え超えてしまうような分厚さになってますけれども、まあ、ぶっちゃけて言うと、この放射点計算なんてどれもこれもなん、まあ、ほぼ、ほぼどれもこれも似たりよったりの問題ですから、 あの、基本的なやり方をマスターしてしまえば、放射点計算。まあ、これはもう解けるよね。というふうになります。まあ、他の問題も同様でございましてですね、えー、問題の数が多いので300ページを超えておりますけれども、急積解放という、その解放として数えていくと、まあ、21個。21個しかないので、まあ、なんとかなる範囲かなと思います。まあ、少なくとも、この計算特訓講座を受けていただければ、そこら辺はまるっと、ほぼほぼ解けると。 いうようなね、実力を身につけることができるかと思いますので、まあ、最後までね、えー、ちょっと我慢、頑張って付き合っていただけると良いかなと思います。はい。えー、そして、えーまあ、もう一つの方ですね。もう一つの方、こちらですね、えー。複素数計算モードについては、まあ、基本的には第5回以降でこのテキストを使います。 ただ、あのー、次のユニットですね。次のユニットで関数電卓の基本的な設定の仕方というのは皆さんにお話しします。なので、次のユニットのところでこの複素数計算モードのテキストをちょこっとだけ使います。ちょこっとだけ使います。はい。で、その後、この複素数計算モードのがテキストが出てくるのは5回、第5回からということになりますのでね。えー、そのつぼりでいてい,いていただければなと思います。 はい。ということでございましてですね。えっ、ー、と。今日の予定の確認をいたします。はい。今日の予定こんな風になってましたね。はい。今、私どもこのユニットの1というところにおりまして、講座の概要ですね。えっ、ー、と、それからテキストについてのざっくりとした説明をさせていただきました。 でこの後、休憩を挟んで、ユニットの2番目として、えー、関数電卓の基本的な設定の仕方についてお話をします。でその後、また休憩を挟んで、具体的なあ練習ですね。終点内分点平行移動の座標変化、こういったところに進んでいきます。はい。というわけでございまして、えー、休憩なさってください。